再開後4試合負けなし、ホームで連勝中の京都はさらなる上昇を。一方の愛媛は連勝後現在連敗中、3試合ぶりの得点と勝利をアウェーの地でつかみたい一戦です。それではフォーメーションとともに、まずは京都のスターティングラインナップなんですが、352を予想しています。木田さん、どうでしょう、戦い方3人メンバー入れ替わってますけれども、どうご覧になりますか。荒木、飯田のところは、はい、まあ、前節先発は始めましたけども、しっかりと球は取れてると思いますし、あとツートップの一角に宮吉が入っているので、はい、まあ、宇高とのコンビネーションは少し最初見てみたいなと思います。一方の愛媛 FC のスターティングメンバー、こちらは 4-3-3 を予想したんですけれども、またどう出てくるか分かりませんね。そうですね、何度もお話した通り、まあ、後ろが3なのか4なのかで前の並びも変わってきますし、はい、まあ、しっかりとただ自分たちのサッカーというところでは、まあ、ボールを握って、まあ、ビルドアップからしっかりとボールをつないでサイドを高く取るというところが一つあると思うので、まあ、その辺は注目ですよね。前野が縦に入れました。西田かけて右に展開、受けてからミドルレンジから狙っていきました。愛媛も立ち上がりシュートを打っていきました。アイスからいいロングフィート、さあ宇高出てきましたけれども、岡本、まあ、一つバイスの良さ出ました。そうですね、まあ、一発抜け出せば得点というところはね、狙ってますよね。中には西田もいます。クツナ、はい、さあ森谷、ファーサイド狙っていった西岡ヘディングさん、中ゴールキックですね。ゴールキックです。ただシンプルですけども、はい、まあ、京都のディフェンダーを左右に揺さぶって、はい、まあ、中央で森谷が受けてフリーですよね。ワンタッチで、おー、うまくつないでいった西岡大志。さあ中には長沼もいる。クロス上げてきた、バイスサーブ、さあ飛び出してきた、ナイスキーパー、先制は愛媛、最後はしっかりと押し込んでいきました。いや、サイド完璧に崩し切りましたよね。そうでしたね、立ち上がり得点を奪っていったのは愛媛です。こうセンターバックからあのハーフスペースのところでしっかりボールが入ったのがまず一つですよね。あとはサイドからのボールも、まあ、ニアに、まあ、西田が潰れて、マイナスのところにしっかりとクツナが入ってきた、はい、っていうところで得点が、まあ、生まれましたよね。中から宮吉の左足、ナイスキーパー岡本、連動した攻撃から最後フィニッシュは宮吉でした。バイスからレナン持った、西岡大輝跳ね返す、こぼれ球、金久保ドリブル仕掛ける、まだ行く、流れて宮吉から宇高に来たぞ、宇高の右足、宇高が決めました。今シーズン4得点目、やはり最後はこの男、いや決定力ありますね。ホーム戦では強いんです、ピーター宇高。最初この金久保のドリブルがね効きましたよね。スペースに対して入り込んでいって、ここで一度ボール奪われたと思ったんですけどもね、まあ、宮吉が拾ってサイド、まあ、スペースがあるところにピーター・ウタカへのラストパス、宮吉からまたウタカ、ウタカはどうする、追い越す動きある、さあ右から来たぞ、中に入れてきた、ウタカもう一度ウタカ、京都一気にスピードアップしましたね。そうですね、ピーター・ウタカ、これで今シーズン5得点目。今が入れてきたボール跳ね返す、セカンドボールはただ愛媛、から長沼、いいボールだ、ナイスシュート、あるか、いいボール
で行きました。茂木のロングスロー。おっと、あった、さあ、中入ってきた。いや、決定機作っていきました、愛媛。そうですね、ロングスローから仕上げてね、はい、決定的でしたね。茂木のこのロングスローからちょっと驚きもあったかもしれませんが、まあ、高さのある、そうですかね、池田が競っていって、そうですね、ナイスカバーですね、うん、セカンドボール、ちょっと前に出すだけ、ショートボールです。そしてここで試合終了のホイッスル。京都はこれで5試合負けなし。そしてホームでの連勝を3に伸ばして勝ち点3を積み上げました。愛媛は先制したんですが、3試合ぶりの得点も悔しい3連敗という結果になりました。